2015年第2回日本語能力試験懲戒 N1 問題11番大学で男の留学生と女の学生が話しています男の留学生はこの後何をしますか 今週末から一時帰国するんだけど、一ヶ月もアパートを開けることになるから、ちょっと心配なんだ。何か注意すべきことってあるそうだな郵便局に不在届を出して、配達をやめてもらうといいかも。郵便受けいっぱいになっちゃうから。うん。それはもう手続きしたんだ。あ、アパートの管理会社には知らせたえ、そこまでしないといけないの 友達に鍵を預けて、時々見てもらえばいいと思ってたけど。それだと、友達がなくしちゃうこともあるし、鍵の管理は自分でした方がいいんじゃないわかった。それに、万が一不在の間に、上の階から水が漏れたりとか、素人じゃ対応しきれないことが起きるかもしれないでしょそういう時に迅速に対処してくれる場合もあるから、知らせておくに越したことはないよ。なるほど、そうするよ。あと、 冷蔵庫の中の生物とかはきちんと処分していかないと大変なことになるよ。そうだよね。まあ、料理しないし、いつも空っぽだからそれは必要ないけどね。男の留学生はこの後何をしますか 2番 2> 会社で女の人と男の人が話しています女の人はこれからまず何をしなければなりませんかおはようございますお呼びでしょうかああ忙しいところ悪いね実は部長が風邪で朝から声が出ないそうなんだ今日の4時からの取引先との会合はどうなりますか延期ができればいいんだけど プロジェクトを進める上で延期は難しいんだ。それで悪いんだけど、一緒に会合に出席して部長をサポートしてもらえないかな。私でよろしいんでしょうか。君なら今回のプロジェクトに携わってるから適任だと思って。会議室の予約だの、資料のコピーだの、そういった準備は整ってるから、とにかく今日の会合の資料を読んで頭に入れといて。そうですか。わかりました。あの、部長との打ち合わせは、 もちろん早急に部長と打ち合わせをしてもらいたいんだけど午前中は部長を手が離せないそうだから今できることしといて承知しました女の人はこれからまず何をしなければなりませんか 3番会社の広報部で男の人と女の人が会社案内について話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか来年度の就職希望者向けの会社案内の案見たよ。社長の写真変更するんじゃなかったの ?10 年前からこれだろ新しい写真も撮ったんですが社長が元のままの方がいいとおっしゃって 社長、今週いっぱい出張ですし。そうか。じゃあ仕方ないか。表紙の方は前は背景の色がグレーで印象が暗かったけど、淡いピンクに変更してぐっと明るくなったね。ありがとうございます。それから内容は昨年のものとほぼ同じですが、各部署からのメッセージを新たに入れてみました。うん。この営業部のメッセージ、ちょっとアピールしたいことが伝わりにくいんだよな。 ここを表現変更しといてよ。あの、いただいた原稿をそのまま載せたんですが、勝手に手を入れてもいいんでしょうかうん。会社案内の編集については広報部に一任されてるから。念のため営業部に修正することは伝えとくよ。じゃあ、金曜日のミーティングで内容の確認したいから、それまでに。はい。で、やっぱりさっきの社長の写真だけどね、社長が戻られたら、写真本当に変更しなくてもいいか、もう一度聞いてくれる わかりました。戻られたらすぐ確認します。女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか ?4 番。 園芸用品の店で女の人と店員が話しています。女の人はこの後まずどの作業をしますかあのすいません。種から野菜を育てたいんですが、ちょっと教えていただけませんか苗から育てたことは何度かあるんですが、種からは初めてで、土に種をまいて水をやれば芽は出るものでしょうか大概のものはそれでいいんですが、ものによっては逆に、 先に土に水をまいて水分を含ませてから種をまかないといけないものもあるんですよ。へえ<ー>。細かい種だと水をやったら土と一緒に全部流れちゃいますからね。育てたい野菜がもうお決まりでしたら、種拝見しましょうかあ、これです。ああ、これはまさに今言った逆のタイプのものですね。種が細かいですから。そうですか。聞いてよかった。やり方も一つじゃないんですね。ええ。 前もって種を水につけてからまかないとダメなものとかもありますしね。あと、苗から育てたことがあるなら、土の準備とかはご存知でしょうかね。最初に土に肥料を入れて、しばらく寝かせる必要があるんですけど。はい。肥料を入れて、今日で一週間になります。じゃあ、ちょうどいい頃ですね。はい。じゃあ、今日帰ってから早速やってみます。女の人は、 このあとまずどの作業をしますか5番会社で女の人と男の人が話しています。女の人はこれからまず何をしなければなりませんか 課長、今、山川デパートから、昨日、うちが納品した商品に間違いがあったと電話がありまして。え新しいデザインの T シャツを100枚納品すべきところ、50枚しか届いてないそうです。それはまずいな。まだ電話は繋がってるい,いえ、課長が席を外されていたので、折り返しかけ直すとお伝えしました。じゃあ、それは僕が。で、えー、っと、まず倉庫の在庫を確認してみて。はい、在庫はありませんでした。 工場の方で商品はもう出来上がってるんですが、工場から倉庫に届くのは明日になります。そうか。出来てるなら工場から入荷するのを待ってるより、こっちから直接行っちゃった方が早いな。じゃあ、それ頼めるかな。で、その足で謝罪も兼ねて届けに行ってくれるわかりました。じゃあ、工場に連絡してから出ます。いや、連絡はこっちでしとくから、君はすぐ向かって。できるだけ早い時間に商品をデパートに届けたいからね。 必要枚数を受け取れるよう手配しておくよはい女の人はこれからまず何をしなければなりませんか 問題21番テレビでアナウンサーが女優にインタビューをしていますこの女優はこれからどんなことに挑戦したいと言っていますか今日は女優の山下由紀さんにお話を伺います今山下さんの主演映画が公開されていますが 初めての母親役ですね。はい。40代になった今だからこそできる役なのかなと。前から家族をテーマにした映画に挑戦したいと思っていて、ようやく叶いました。そうですか。皆さんもぜひ山下さんの新しい一面を映画でご覧ください。ところで、山下さんはこれまで様々な役を演じてこられましたが、他にもやってみたい役などおありですかお恥ずかしいんですが、この先は映画の監督業と考えています。 20代から役者をやってきましたが、もともとはそちらが志望だったので。そうでしたか。俳優さんの中には、監督と主演を務め、脚本も書かれるなんて方もいらっしゃいますが。私は不器用なので、一つのことで精一杯です。自分で脚本も書ければ最高なんですが、何分分才がないもので。いや、山下さんならきっと近い将来、一人何役もこなされそうですよ。これからのさらなるご活躍を期待しています。 この女優はこれからどんなことに挑戦したいと言っていますか 2>, ?2 番食品会社で上司と女の社員が話しています。女の社員は来月の会議で 何についてプレゼンテーションをすることになりましたか前田さん前田さんの上半期の売り上げ去年よりすごく伸びたね担当してる店からの信頼も厚いって聞いてるよありがとうございますでお願いなんだけど来月の営業部の会議でプレゼンやってくれないかな どうやって取引先と信頼関係を築いてきたかとか、何か営業成績が上がった秘訣について話してもらいたいんだけど。あ、はい。ただ、信頼関係は相手によるところもありますし、もう少し具体的なこと、例えば、店頭での商品の陳列の仕方などはどうかと、見せ方を工夫したことも売り上げに影響したように思いますので。今度の会には新入社員にも出てもらう予定だから、 それなら現場ですぐ実践できそうだね。新入社員も出席するんですかでしたら、取引先に新商品をどうやって説明するかというのもいいと思います。実は、私が入社したばかりの頃、一番苦労したところなんです。ああ、それについては新人研修の時に、商談の進め方と合わせて時間とってしっかり指導することになってるからいいよ。今回は店頭での工夫の方で。はい。 女の社員は来月の会議で何についてプレゼンテーションをすることになりましたか ?3 番テレビでレポーターがある街について話しています。 この街が転機を迎えたきっかけは何だと言っていますか私は今、桜山市に来ています。かつては織物で栄え、映画の舞台にもなった美しい街並みを誇るこの街ですが、その後、織物産業が衰退し、活気を失っていました。そんな中、今年4月に新市長が就任し、 地域再生へ向け大きな一歩を踏み出しました。この町に残る雄大な自然に囲まれた古墳に着目し、これを観光に生かそうと様々な広報活動を行ったのです。今では多くの観光客が訪れています。この町が天気を迎えたきっかけは何だと言っていますか 4番、大学の新学期のオリエンテーションで先生が話しています先生はこの講義の主な学習目標は何を知ることだと言っていますかえー、この講義では日本の食について学びます。食べるととということは今も昔も昔人間にとって重要な行為です。 講義内容は多岐にわたりますが、まずは様々な食材の起源、そしてそれが各地にどのように伝わったのかを見ていきます。もちろんそういった歴史的な経緯も大切なのですが、この講義で最終的に押さえてもらいたいのは、その地域の風土が食文化にどのように影響してきたかという点です。講義では珍しい食材やおそらく今まで見たことがないような料理なども紹介していきますので、 楽ししみにてていいください先生はこの講義の主な学習目標は何を知ることだと言っていますか 男の学生と女の学生が話しています。インターネットの性格診断の結果、女の学生の短所はどんなところだと出ましたか短所です。松本さん、さっきからずっとパソコンに向かって何見てるの <laughs> インターネットでね、次々に質問に答えてくと、自分の性格を診断してくれるサイト。 へえ、性格診断か。で、松本さんの性格はどうだってえっとね、あなたは誠実で、周りからの信頼も厚く、リーダー的な存在。強い信念のもと、何事も諦めずに物事を成し遂げようとするのは長所と考えられますが、周囲に対してもそうであるよう必要以上に求める嫌いがあり、注意が必要です。人それぞれの考え方がありますから、だって。当たってんじゃないえー そんなことないと思うけど。インターネットの性格診断の結果、女の学生の短所はどんなところだと出ましたか ?6 番。 会社で女の人と男の人が話しています。男の人は昨日何を買いましたかあれなんか今日疲れてるまあね、昨日映画の前売り券買うのに2時間も並んだから。ええー、そんなに並んで前売り券買ったのうん、子供向けのアニメ映画なんだけど、 前売り券におまけで映画のキャラクターのおもちゃがついててさ、これが限定品なんだよ。それを娘にどうしてもって頼まれちゃって。へえ、おまけの方がメインなんだ。娘さん、優しいお父さんもって幸せね。それが、おまけ付きの券が買えるのは先着100名でさ、次は僕の番だと思ったところで終わり。何のために2時間も並んだのか。娘さんすねたでしょう。うん。 映画見に行ったらどうせまた娘にせがまれてキャラクターのおもちゃ買わされるな、絶対。<laughs> 男の人は昨日何を買いましたか 問題3最近家やオフィスに防災用ヘルメットを置くところが増えていますが保管場所に困っている人も多いのではないでしょうかそんな中人気を集めている商品がありますある防災用品メーカーが開発した折りたたみ式のヘルメットです 独自に開発した樹脂素材が使われていて、強度はそのままで折りたたみが可能となっています。軽くて組み立てるのも簡単です。昨年は8万個以上も売れたそうです。女の人は何について話していますか ?1。1> 防災用品の適切な保管場所。 2, 2新しい防災用品の開発の苦労3新しいヘルメットの販売方法4ある防災用ヘルメットの特徴 2>, 2番 テレビでアナウンサーが話しています。この10年、海外に留学する日本人学生が減少しています。若者が海外との交流に消極的になっているからだという声も聞かれます。しかし、これには学費の値上げをする留学先が増えたことや、就職活動を開始する時期に間に合わず、留学が就職活動において不利になる場合もあることも影響しています。 また、採用の際、海外経験の有無を重視しない企業が少なくないことなどもあるようです。となれば、一概に若者が消極的になったせいだとも言えません。こうした実情もあるのです。アナウンサーは何について話していますか 1>, ?1、留学する日本人学生が減っている原因。 2日本への留学生を増やす計画3若者に留学に興味を持たせる方法4海外で就職することの難しさ3番 ラジオでアナウンサーが話しています。夏は海や山といった行楽地にお出かけになる機会も多いと思いますが、雷に注意することが必要な季節です。ゴロゴロっといった音が聞こえたら、いかに小さい音であれ、まだ大丈夫だと過信せず、すぐに避難する必要があります。えー、雷は高いビルや木などに落ちる性質があるので、木などへは近寄らず、すぐに屋内に入るようにします。 もし海や山などにいて適切な避難場所がない場合には高い木などのそばから離れて低い姿勢をとることが大切ですアナウンサーは何について話していますか ?1, 1雷が発生しやすい地域 2, 2雷による被害 3雷が発生する仕組み4雷が発生した場合の対処法4番大学の授業で先生が話しています皆さんは 人と会話をしている時に思わず相手と同時に話をし始めてしまった経験はありませんかそんな時皆さんはすぐに話をやめてどうぞと譲り合うのではないでしょうかしかしどの社会にでも言えることでしょうかとある少数民族はこのような時話をやめずお互いに延々と喋り続けると言います。それでは会話は成り立っていないと考える人も多くいるでしょう。 しかし、その少数民族の社会においては、互いに同時に話し続けることが当たり前の日常なのです。先生が伝えたいことは何ですか ?1。会話のトラブルは避けた方がいい。2。ある少数民族の会話の仕方は素晴らしい。 3会話の仕方は社会によって異なるものだ4会話では相手の話を聞くべきだ5番テレビのニュース番組でアナウンサーが話しています。 桜町といえば山の斜面に畑が広がるのどかな風景が有名です。しかし農家は後継者不足で高齢化が進み、この傾斜地での作業は負担が大きいため雑草が伸びたまま手入れされない畑も多く見られました。そこで桜町では近くの無人島のヤギを連れてきて畑に放牧し、雑草を除去することにしました。このヤギは島に人がいなくなった後野生化して 島の貴重な植物を食べ生態系を破壊する恐れがあったためいい機会だったというわけです桜町では野生のイノシシによる農作物の被害も増えていましたが草むらがなくなったことで警戒心の強いイノシシは身を隠す場所を失って寄りつかなくなったそうです何についてのニュースですか 1> 1 農家の後継者不足を解消する方法。2>, 2。農家の作業にヤギを活用している例。3。家畜による農作物被害の増加。4。イノシシによる生態系の破壊。 問題4。1番。中山さん、明日の試合出るからには絶対勝てよ。1。1> 出るに決まってるでしょ。2>, 2。応援してるから頑張ってね。3。そんなにプレッシャーかけないでよ。 2番。あ、雪だ。これはこの後お花見どころじゃないね。1。1> 雪の中の花見も風情があっていいと思うけど。2>, 2。雪の日はここで花見しちゃいけないんだね。3。雪なのに花見するっていうの 3番。部長、こちら、あさっての会議の資料です。事前にご覧いただければと存じます。1。1> いや、まだ読んでいないんだ。2。会議までに見ておきたいの 3>, ?3。ああ、目を通しておくよ。 4番、森さん、森さんが調べてくれなきゃ、トラブルの原因分からずじまいだったよ。1、わかりました、すぐに調べてみます。2、2> い,いえ、そんな、分かってよかったです。3、すみません、分からずじまいで。 5番。ほら、そこのラーメン屋、すごい行列。並ぶ人の気が知れないよね。1。1> ちょっと、今から並ぶ気 ?2。いくら人気があっても、並んでまではね。3>, 3。確かに、並んだ甲斐がありそうだよね。 6番企画書ご持参いただきありがとうございます。採用の可否は追ってご連絡ということで。1, 1> よろしくご検討のほどお願いします。2, 2ここでお待ちした方がよろしいですか ?3 ではこちらからご連絡するようにします。 7番今朝の機械の不具合については解決したし主任に報告するまでもないか 1, 1一応伝えといた方が 2, 2じゃあすぐに主任に連絡します3もう報告済みなんですね 8番。あれなんだ、駅前のカレー屋、今日やってるじゃない。1>, 1。ええー、やってると思ったのに。2。2> 君が思ってた通りだね。3。休みだと思ってたの 9番。お客様、こちらの電球はあいにく在庫を切らしておりまして。1>, 1。じゃあ、在庫のもので結構です。2。2> ああ、こちらでは扱っていないんですね。3。あの、次に入ってくるのはいつ頃ですか 10番。先輩が仕事紹介してくれたんだけど、海外勤務の可能性もなくはないみたいで、どうしよう。1>, 1。海外行くの嫌ってこと ?2。2> 海外勤務がないからいいんじゃない ?3。そんなに海外で働きたいの 11番昨日の山田さんのスピーチ見た回数こなしているだけのことはあるよね。1, 1本当、何回もやってるはずなのにね。2堂々としててさすがだよね。3, 3ああ、だからうまく話せなかったのか。 問題51番会社で男の後輩と女の先輩が話しています先輩今度海外のお客様がいらっしゃるので接待のアレンジを任されたんです周りのお客様を気にせずにゆっくり話せるどこかいい店ご存じないですかどういう方がいらっしゃるの取引先の営業部長で日本食がお好きだということです あと、肉料理が好きなんだそうですが、健康のために最近は肉は少し控えているそうです。そうね和食なら、一つは小道っていう魚と野菜料理の店。健康的な食事が楽しめるんじゃないかな。ここはお客様ごとにそれぞれ別の部屋に通してくれるから落ち着けるわよ。もう一つは京都という和食の店。ここはお肉が美味しくて、看板メニューは和風ステーキなんだけど、 実は野菜料理も美味しいの。日本各地の珍しい野菜をたくさん使っているから、お肉を食べなくても楽しめるわよ。ここの個室もなかなかいいのよ。うーん、どちらも美味しそうですね。他にもいいところありませんか花っていう創作料理の店。この店のシェフは、もともとは洋食が専門だったんだけど、日本料理に転向したんだって。お客様の好みに合わせてコースのメニューを立ててくれるらしいの。 部屋は分かれてないんだけど、テーブルとテーブルの間には仕切りがあるし。へえ<ー>。あと、中華料理なんだけど、祭りっていうところもおすすめよ。この店はメニューの種類が多くて、野菜料理も豊富だから注文に困らないと思うわ。人気の店で個室は早く埋まるから、予約するなら早めにね。うーん、せっかく日本に来るんだから和風がいいですね。 でも、控えてるものがあるのに、それが売りの店に連れてくっていうのはちょっと。で、個室があるところといったら、早速電話してみます。男の人は、どの店に電話することになりましたか ?1、小道2、<2 S 2> 京都 三、花。四、祭り。二番、テレビでアナウンサーが町長選挙について話しています。今月末に行われる丸山町の町長選挙には4人が立候補しています。 現職の町長である中村氏は、過疎が進む町の活性化には、スキー場の建設が欠かせないと主張しています。その中村氏の対抗馬とされているのは鈴木氏で、自然破壊につながるとして、スキー場の建設に意議を唱えています。そして今回、35歳という異例の若さで立候補した山本氏は、スキー場の建設を支持しつつ、さらにスキー場の建設だけでなく、 年間を通して観光客の誘致が見通せるようにすべきだとしています。本田氏は市町村合併による財政支出の削減を進めるべきだと訴え、スキー場建設は税金の無駄遣いだとしています。今の町長ってもう10年以上やってるよな。思い切って新しい人にしてもいいんじゃないそうかな。 もうスキー場の用地買収は一部始まってるし、今更白紙に撤回したら、これまでの費用とかも無駄になっちゃうでしょそれはそうだけど、建設しても流行らなかったら、それこそもったいないよ。でも、やりかけちゃったんだし。自然破壊っていうのもわかるけど、それより過疎化を食い止めてほしいな。私はこれまでの実績を評価したい。ふーん。僕はスキーシーズン以外も街が賑わうようになればいいとは思うけど、 でも、そうなる保証ないでしょだから、膨大なコストをかけるリスクは避けるべきだと思う。そっか。僕は自治体がまとまることによって無駄を省いてほしいな。質問1。女の人は、どの候補者がいいと言っていますか 質問2男の人はどの候補者がいいと言っていますか